これはまだハクレレームが幼くて人食い妖怪が大きかった頃のお話。そういうわけで今日はみんなで遠足です。なんて私もついてこないといけないの？うるさいわね。元はといえばあんたの教育のせいなのよ。はあ、このままだとレームはお金と食べ物にいち汚い大人になっちゃうかも。だから今日はあなたとレームにはお花を見て乙女力をあげてもらいます。乙女力？じゃあレーム、今日はいっぱいお花を見て女の子になるのよ。レム？ないわね。まずいわね。このお花畑は怖い妖怪が隠してるから。レームのやつ、余計なこと知ってなければいいけど。今レームの声よね。何かあったのか？レーム！はや。それにしても、どういう風の吹き回しかしら。いつも一人ぼっちのあなたが、あんな連中と遠足だなんて。別に、私が誰と付き合っても、あんたには関係ないでしょ。というか、あれ、いいのか。母ちゃん見て。いやあんた、一応、花の妖怪なんだろ。いいのかよ、あんたのお花がちぎられて。なんて怒らないといけないの？いやはぁ、なんだよ、これじゃ私がバカみたいじゃないか。いいのよ、あれで。生きてるものは、誰だって生きてる意味を求めてるものなのよ。
それがたとえ大なり小なりでもね。そしてあれが、あの子たちが望んでいる生き方よ。でもってあの子たちの生き方を尊重するのが私の生き方よ。じゃあ私はお邪魔みたいだし帰るわね。あなたも見つかるといいわね、あなたの生き方。はあ、勝手に喋って帰っちゃったよ。ったく、ゆかりといい、どうして年長組はこう回りくどい喋りをするのかね。ルーミア、ルーミア。なんだよ、二人してニヤニヤして。目をつぶってください。はあ、いいから。ああ、わかったわかった。こう。まだ？まだだよ。もういいよ。え？なんだよ、別に何も。ん？頭？ありがとう。よかったわね。今日は楽しかったわね。私の生き方か。柔らかな風が吹く。ウィンスやけルミア、お腹グーグー虫。別にいいでしょ。早く帰ってご飯にしましょう。たく、でもよくわからないけど、きっとこれが私の生き方なんだろうな。あー、お腹すいたなのか。